안녕하십니까? 마이크. 아베 씨가 포기했습니다. 포기는 아니고 보시면은 영상 보시면은 아시겠지만 이번 국회에서는 이제 미룬다고 발표를 했죠. 일단은 영상부터 보시죠. 大論争を巻き起こしている検察庁法改正案に昨日急展開が。国民の皆様のご理解なくして前に進めていくことはできないと考えます。政府は改正案について今の国会での成立を見送る方針を突如決定。 この 騒動が 一気に加熱したきっかけとなったのは今月8日。 内閣の判断で検察幹部の定年延長を可能にする検察庁法改正案をめぐり、検察の人事に内閣が露骨に介入できる仕組みを許していいのかと、ネットを中心に批判の声が広がった。定年延長の判断基準を明確にしない法務大臣に対して、具体的な基準ってどんなイメージですか？ 人事規則が新たに定まるのを待って、それに準ずる形でしっかりと作ってまいります。これがどういうイメージなのか説明してくださいって言ってるんですよ。新たな人事規則ができてない段階で、説明することが大変困難なんでございますが、適切により具体的な要件を定めるべく検討を進めてまいります。そうすると、この委員会では具体的なイメージは当面できないってことですね。 質の検察庁法の改悪を潜り込ませているという、その状況は変えないということでありますので、やはりほとぼりが冷めたらこっそりと強行しようという姿勢であるというふうに言わざるを得ません。さらに芸能界からも反応が相次いだ。仕方がなく一頭も引っ込めたが、考え方の根っこは一緒だよ。 今の内閣には国民の思いや苦しみを汲み上げる使命感なんてないわな。国家公務員本ごと見送るなよ。公務員の定年延長そのものは反対してないんだよ。一般公務員を人質に取るな。切り離して提出しろ。さらに橋下徹氏からは、政治と検察の 適度な距離感というものを考えなきゃいけないわけ。検察が中立でなければいけない。とにかく政治の力が及んではいけないと考えるのは非常に危険。検察組織がもう政治の関与から完全に離れて独立組織になってしまうと暴走する危険があるからね。と、検察に権力が集中する危険性を指摘する声も上がった。 要はこの2つのこの下の方なんじゃないんですか？はい、そうです、そうです。はい、そのまさしく検察幹部の定年を内閣の判断で行えるっていうところがもう最大の問題ですね。はい、まあ、唯一の問題です。うん、これはやっぱりその、内閣に人事権握られちゃうと、やっぱりそっちを向かざるを得ない危険性が出てくるということですよね。 そうです。私もですね、政界捜査、政治家の捜査を責任者としてやってきましたけれど、はい、本当にそんな甘いもんじゃない、並大抵のもんじゃなくて、うん、本当にですね、やはり水面下っていうか、いろんな声が永田町、あるいは政治家の方から聞こえてくるんです。あ、こんな事件できるはずがないとか、いう形で、マスコミを通じて。はい、で、私は当時ですね、やはり自民党の最大派閥を、ターゲットっていうか対象にして捜査をしていたんで、はい、私自身乗るか乗るか、生きるか死ぬかって思いでやってたんです。うん、ですからやはり内閣官邸の動きっていうのは気になったんですよね、うん、その頃も。うん、で、今回こういう法改正ができてしまうと、まさしく制度的に内閣が将来自分をどういうふうに評価するか、顔色を見てしまう。うん、 検事も人の子ですから、はい、そうすると政治家の捜査検挙っていうのはできなくなる。うん、私はそう思います。うん、そこが一番の問題です。はい、そもそも、はい、
その、はい、基準をね、法務大臣が説明もできないようなものをどうやって審議してどうやって通そうとしてたのかっていうのが僕はちょっと本当にびっくりしちゃったんですけれども、どうなんですかね。いや、まあ、おっしゃる通りで、もともとですね、黒川さんの後任になる人も別に問題なく事件処理はできるんです、はいはい、あのクラス、検事長クラスは、うん、しかも検事長って、まあ、そういう意味では自分がやるわけじゃなくて、うん、部下なんかを指揮するわけですから、経験があれば、検事長クラスであれば黒川さんじゃなくてもできると、うん、だからその意味で黒川さんでなければ余人を持って代え難いというんで、もう黒川さんにそのまま定年延長してもらうということ自体無理筋なんです、うんうん、でしかもですね、これ本当に大事なことなんですけど、はい、それ黒川さんの定年延長は法務省の方から内閣に上がったっていうことを盛んに総理も言うんです、はい、でこれ本当にごまかしですからね。僕あれちょっとびっくりしたんだけど、なんかインターネットの番組なんかでも、うん、法務省からも提案だったっておっしゃいましたよね。そうなんですよ。だからそう、本当ごまかしで、法務省から最終的に上申するというのはあり得るんですよね、はい、国の組織で、行政組織からして、はい、検察庁は法務省の管轄ですから、うん、法務省から上げるというのはいいんですが、問題はその言い出しって発想は誰だったのかというところは官邸なんですよ、うんうん、もしですね、法務省だとしたら今回の審議の際に法務大臣、森大臣がこの委員会に本当は出なきゃいけないんですよ、はい、当然のことなの、はい、ところが森大臣全然出てないじゃないですか、それがもう象徴的に表している、うんうん、法務省から上げたもんじゃなくて、もう官邸側が要するに仕組んだもんだ、はい、だから本当にそのごまかしがあるから、もうこの意味ではもう廃案ですね、これ、うん、これね、でもそういったものを反映してか、今内閣支持率ですか、はい、ちょっと見てみましょうか、はい、最新の支持率、これ朝日新聞の世論調査によりますと、支持するという声がですね 33% に落ち込みまして、一方支持しないというのは 47% に上がることとなりました。まあ、ひろみさん、朝日ですから厳しめかもしれないですけれども、うん、結構な数字になってきましたね。なってるけど、なんかまだあるんだ、この 33% もあるんだなとかちょっと思っちゃうけど、はい、ちょっとね、でこういうことをやってるから、うんうん、まあ、でも今回もそうやってみんないろんな声が上がって、はい、まあ、こうやって取り下げだと、この動きは早いじゃない、うん、今までないっていうぐらいだから、はい、こうやって自分の身に何かあるときは早いんだよね、決めんのね。そっか、そういう見方もできるんですよね。いや、なんか もっとほら、もうもっと早く決めなきゃいけないことって今までいっぱいあったじゃん、うん、ここ何ヶ月間かで、うん、さあ、ではですね、今回の改正案が束ね法案と言われるゆえ、ちょっと見てみたいと思います。はい、こちらがですね、今回の改正案の内容なんですが、これ見てみますと、10のですね、改正案を束ねて提出していると。その中に国家公務員法、そして検察庁法というのが、まあ、含まれているというような形なんです。これはあれなんですか、有馬さん、はい、なんかいっぱいの中にピュッてなんかちょっと悪っぽいのを紛れ込ませると、なんか悪が薄まって見えるみたいな、そういうこつからいやり方なんですか、どうなんですか。もうその通りだと思いますね。それで特に悪法をちょっと1本ぐらい入れてても、はい、まあ、見逃してくれるかなとか、そういうことが最初から意図的にあるというようなやり方なんですね。マジで？それで場合によってはすごく喫緊の課題を入れたりするんです、はい、そうするとそれ認めないと、例えば今回も公務員の定年はやっぱり早く認めた方がいいじゃないですか、うん、じゃったら早く認めなきゃって、でも他のがくっついてくるよねと、はい、でもどっちが優先だって言われたら、あ、じゃあ公務員の定年が優先かなと思ったら、これは通っちゃったかもしれないわけですよね、はい、ただ皆さん方がいろいろ分析をして、うん、これおかしいんだって言って、結果的には検察庁法を変えるっていうのはちょっと時期尚早じゃないかと、もっと研究した方がいいと、うん、いうことを言われたんで、じゃあ自民党は全部下ろしますでしょ、うん、じゃなくて抜いて他のいいものはやればって話なんですが、はい、これが政治の手法なんですよね。へえ、ただね、有馬さんこのようにおっしゃいましたけど、じゃあ与党はどう言ってるのかと、いいと、はい、こちらです。記者からですね、野党は検察庁法の切り離しをずっと求めてきましたけれども、現時点で検察庁法だけを切り離して審議するということは難しいのかという問いに対し、自民党森山国対委員長、これは不可分の関係、
分けることが難しい関係なんだと思っております。立場もありますし、検察官は準司法官としての立場もありますし、これを分離して議論するというのは難しいなと思いますという認識でした。ねえ若狭さん、これちょっと申し訳ないけど、はい、森山さんって分かってんのこれ。いや分かってないんじゃないですか。頭が整理されてないと思いますけれど、ね、つまり 準司法官、はい、検察官は準司法官だから、やはり慎重にきちんと審議しましょうよっていうんだったら、うん、切り離しましょうっていう話になるのは分かるんですけど、うんうん、準司法官の立場だから国家公務員と分離して議論するのは難しいという、もうほとんど理由と結論が一致してないと、はい。若狭さん、検察の OB の方々がこのような形で意見書を出すっていうのはやっぱり異例ですよね。もう異例中の異例ですし、むしろこういうような行動はしないというのが検察 OB の、うん、スタンスなんですよね、はい。それから逆に言うと、それだけ危機意識が強かったということだと思うんです、うんうん。これまでさまざまな物議を醸してきたが、先週金曜日には元検事総長ら検察 OB が改正案に反対する意見書を提出し会見を行った。検察というのは巨悪をね、簡単に見逃すような組織であったら、これはいけない。我々があの事件成功かどうか見方がありますけれども、本当のその正しいことをきちんと行えるような、悪いものは悪いということははっきり言えるようなね、そういう組織じゃなくちゃいけないと。検察 OB が語るあの事件とは、それは戦後最大級の政界汚職といわれるロッキード事件。1976年に発覚したもので、アメリカの航空機メーカーロッキード社が新機種を日本に売り込むために政界の大物に多額の賄賂をばらまいたとされる事件。今日ロッキード問題をめぐり、あらゆる島不足が未来根性のことは誠に遺憾であります。しかし真相は必ず解明されます。54歳で当時の戦後最年少で政界のトップに上り詰めた田中元総理の逮捕は大きな衝撃だった。その一方で検察はその権力を利用し悪質な冤罪事件を引き起こした過去も。それは2009年の大阪地検特捜部の検事による証拠改ざん事件。大阪地検特捜部の捜査幹部が押収資料のデータを捜査の見立てに合うように改ざん。当時厚生労働省の局長だった村木厚子氏が偽の公文書を作った犯罪者に仕立て上げられたのだ。1年3ヶ月ぶりに職場の人たちの顔を拝見できて、本当に今日はとっても嬉しかったです。証拠隠滅の罪などで被告となった検察官たちには有罪判決が下され、その後懲戒免職になったが、強引な捜査が冤罪を生む結果になりかねなかった。이영상내용에서도이제말했듯이이제세간의관심이조금식으면이제바로몰래강행하려는자세다그렇게봅니다이열개의법안을싹다내렸어요문제가되는검찰청법만빼면될걸이열개의법안을싹다내려가지고다음국회때진행하고자하는거고지금어느정도계획이나와있대요언제언제이열가지법안을다시낼거라고계획이나와있다고해요아또마스크가한번그마스크를받았는데산모를먼저줬어요임산부한테먼저배포를했어요짱이들한6만장인가몇장을먼저배포를했는데그안에벌레들어가있고얼룩져있고머리카락들어가있고이런게워낙많아가지고전수검사를하겠다해서출하전에전수검사를다시한다고해서검사비용으로6억엔썼대요
우리나라 돈으로 한 60한 5억 정도는 되려나? 65억 정도 되죠. 그걸 왜 국민 세금으로 검사를 하죠? 출하한 쪽에서 책임져야 되는 부분 아닙니까? 마스크잖아요, 마스크. 우리가 무슨 뭐 자동차 타이어를 시킨 게 아니잖아요. 머리카락이 묻어 있든 벌레가 조금 있든 뭐 좀 얼룩이 있든 뭐 그런 게 넘어갈 수 있다고 쳐도 입에 쓰는 마스크에 그러면 그 기본 품질 자체가 좀 의심되는 상황 아닙니까? 그거를 제대로 된 마스크를 출하하라고 검사를 하라고 하는 게 그걸 왜 고객이 부담을 하냐 이거죠. 국가가 또 국민의 세금으로 그렇대요. 어쩌겠습니까? 그렇다는데 어쨌든 이 법안은 통과 안 돼서 정말 다행이에요. 근데 또 들고 나올 거예요. 네. 같이 모든 법안을 다 내렸기 때문에 다시 들고 나오겠다는 의지죠. 예, 각오고, 예, 아베 씨의 각오죠. 지금 저번에 올린 영상으로 이제 도쿄에, 아니, 그러니까 일본 신규 감염자로, 얘기들을 해주셨는데, 이거 표 보시면은 신규 감염자가 5명입니다. 5월 19일 기준으로 5명이 나왔어요. 얼마나 검사했지? 그러고 보니까, 검사자 수가 5월 19일에는 아직 안 나왔어요. 5월 19일 감염자 수는 나오는데 검사자 수가 안 나오는 왜 안 나오는지는 잘 모르겠어요. 그래서 그 전 거를 봤어요. 전 거를 보니까 5월 18일 60명 검사했어요. 그래서 몇 명 감염됐냐? 감염자가 10명이에요. 60명 검사해서 10명 감염자 나왔어요. 이거 표 보시면 아시겠지만 다 있죠. 5월 17일 122명, 5월 16일 146명, 5월 15일 126명 이런 식으로 한 100명 조금 넘게 검사해서 뭐 5명, 14명 뭐 이런 식으로 됐어요. 이상입니다. 안녕.